一応あのオプションで入れれるあれなんで。レゴハルトでアルミ入れた。珍しいっすよね。メーカーがオプションでやってくれる。メーカーオプション。すごいっすね。でもやってる人いなくないっすか。見たことないっすね、自分。このヘアラインだけでいくらぐらいですか。1本で一本？一本だから四つで16万ぐらいかな。十。ちょっとしたこういう変えます変えますね。誰もやらないですよねそんなの。えでもこれ現物見たらやっても良くないですか。やっぱ他と違うものって なったらこういうのやっぱね必要になるかなと思って。めちゃくちゃ名刺です。そうホイールがまず最初。あとこのここもオプションですか色も。リムのインナーのブラックもインナーもちょっと汚れてるけどブラック。インナーもそうなんですね、うん、それも全部オプションですね。でそもそものこのゴールド自体もオプション。ああだからオプションだらけだからLA金額ですよね。多分車買えちゃいますよね本当買えちゃうでしょ。あとその奥にもなんかすごいのがやっぱついてる。8とかですかこれ。8ポットとかですか。あれメーカーどこでしたっけこれメーカーは。ブレーキ。ブレーキ。はい。ブレーキはファイナルコネ。あ、そうだ、ファイコネだ。めっちゃ効きますよね。効きます。見た目もね、すごいし、効きも効きます。リム借りってあのリペアしてもらったら、そのリペア業者でこれ再現できるんですかこれ。いやー、これ。これ。やったんですか。いや、ここちょっとあの穴ぼこじでガンってやっちゃって、見積もり取ったら11万円このリムだけで。うわー。で。これ1本だけ綺麗になってもダメだよね。4本44万円やるんですか。リペアだし、もう交換ですよね。あ、リム交換ですか、うん、じゃあかかりますね、うん、レオンハルト自体もこのパターンで多分ないっていう。ここのあ、そうなんですか。オプション全部あ、うん、全部入ってるんがもうないっていう。この色で、このゴールドの入れ方もなんかちょっと普通の入れ方となんか変えてるっていうパターンで、多分取られてもすぐに。たまにありますよね。もうこれ完全俺のだろうみたいな。なるほど。Thank you.